トムロフトのレース場と飼育日誌。ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。12月6日、月曜日の朝です。おはようございます。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上の位置は B のオス、成休です。いつもここにいる見慣れたハトです。 これから出社口を開けて社外開始です今日は曇っていて暗くてハトが出社口の前の板には集まってませんでした外も暗くてなかなか出ていきませんね今日は外が暗くてハトが出て行きませんでした予定通り旧車の中に入ってハトの追い出しを行いやっとハトが外に出て飛び始めてます今日は外暗くてなかなかハトも出たくなかったみたいですねあ。 なんか猛禽猛禽が鳩を狙ってます集団から1は離れましてその鳩を狙ってずっと追っかけていきました社外早々猛禽の先例です今日の猛禽との遭遇は正面を向かってですね猛禽の正面と鳩の正面がこう腕ぶつかってなんか猛禽も若干ひるんだみたいですけども 集団から離れた1羽の鳩を狙って猛禽が追いかけてます昨日も猛禽が出ましたけど、今日もということで2日連続で猛禽と出くわす日になりましたこの後、集団は遠征に行ってしまいました遠征に行きました集団は8時少し前ですね戻ってきました 戻ってきても高いところを旋回しながら飛び回ってます集団で逃げてますからあの1話追われた鳩以外は大丈夫そうですね1話は取られたか取られてないかよく分かりませんでした昨日2羽いなくなったんですけども反応しないってことだったんですけども1話は反応エラーということが確認取れましたもう1話はどうなのかな 確認して、今日もう一度今訓練モードを動かしてますんで、これで反応してくれればいいなぁと思ってます。どうもチップで反応のこう。遅いっていうか、uv ハットがいるみたいですね。気温が下がってくるとだんだんそういうことも増えてきそうなんですけども。まあ、2回3回やって、えー、反応しない。チップは新しいものと取り替えたいななんて思ってます。 朝ドラが始まりますテレビの方へ行ってきます部屋に戻ってきまして朝ドラを見ながら監視カメラでハトの様子を眺めてます戻ってきたハトは集団で急車の周りを飛び回ってます飛び始めてから1時間と5分経過してますから まあ、そろそろね、降りてきてもいいと思うんですけども、やはり猛禽に襲われたということがありますので、鳩は若干興奮してんのかななんて思ってます。今日は本当に暗くて、この追い出しがなかなかうまくできませんでした。急車の中入っても止まりーから鳩動かないんですね。私が入っても逃げないで、ずっと止まりー止まってたり、巣箱の中に入っていたりして、そこから出てきませんでした。 もう無理やり出ていけ出ていけということで追い出しをかけてやっと外に出てそうしましたらすぐに飛び上がってくれました飛び上がってもうすぐですよね猛きが出てきたのはまだ上空に上がってやっと落ち着いてきたかなと思う時に飛んでいる鳩の正面から猛禽が寄ってきましたんでちょっと猛きも今までと違う感じで。 動きがひるんだっていうか、ちょっと止まりましたよね。猛禽恐怖症的な怖がりの鳩は下の方に逃げた逃げましたけども、多くの鳩は集団でそのまま飛びつけてました。猛禽はその逃げた鳩をめがけてずっと追っかけていくんですね。こう集団から離れちゃった。鳩はもうダメですね。こうやって追わ,追われちゃって、今まで猛禽ほとんどこう。捕まえられずに諦めて帰ることが多いんですけども。 今日はどうでしょうか。今までの経験則からすると、この猛禽は鳩を捕まえられずに戻っていったと思ってます。ただいまの時間は8時10分になりました。鳩が今降りてきましたね。今日の飛翔時間は1時間と15分。猛禽は出たんですけども、社外直後ということもあったもので、そんなに長い時間飛ぶこともなく鳩が降りてきました。 今日もいい社外だったと思いますもう少し屋根の上で遊ばせて呼び込んで今日の社外を終了したいと思いますただいま時刻は8時20分になりました鳥が降りてきて10分経過しましたので今呼び込んで今日の社外を終了してます呼び込んで反応はまあまあですねそんなにどんどんっていう感じじゃないんですけどもこのくらいで入ってくればいいのかな そんなにお腹は空いてないんですけどね呼び込まれたらもう入社するという習慣がついてくれたみたいです今日のトピックスは出社直後に毛巾と正面衝突しそうになったということだと思います2日連続で毛巾が出ているということはこの小金井地区も私の旧車の周りも危ないエリアになってきたなというのを感じました 途られてはいないとは思うんですけども毎日こういうことをされてると鳩が社外恐怖症になってしまいますんでたまには来てもらってもいいんですけども毎日は勘弁してほしいなと思ってます本日もこのブログにお越し上げありがとうございましたまた次回もお越しいただきたくよろしくお願いします失礼します